れです。お疲れです。ついに来たね。はい、すごいなこれ。電車です。今日天の声がちょっとマッチョがやってるちょっとしたら普通にしたらこれね、すごいね。何ですかこれ。ついにやっと4トン車。4トン車、はい、4トン半だよね。4トン半積載、はい、ね、4トン半、ね、新車で2台来たの。ちなみに今日もあれ使ったの。ちょっともう使ってます。2台ね、すごいなこれ。でしかも飛び仕様じゃないけど、もう特注で全部作ってもらったんですよ。でこの大きさで4トンってあんまないよね。4トン半って多分見たことないでしょ、みんなね。でかいやつあるよね。それでもないある。あ、これちょっと秋葉業界では結構ある。あ、ある。あ、社長が見えない。でも特注で作った初めて。俺いつも中古があれ3トン車までも買っとるだろ。新車3トン車も買ってます、ね、新車で初めて4トン車。4トン半ですね。4トン500乗れるやつ最強。ちなみに何パーツとか全部入れたら400万超えとる。1円家で800万。ちょっとどんな感じで改造しとるか教えてね。綺麗だな。綺麗ですね。天の声もっと入れる。中はでも改造しないでしょ。中はそうです、ね。ラジオもついてる。ラジオついてます。ラジオオンリー。純正。あとミラーこれ。あ、自動全部。運転席側も。あ、珍しいの。珍しいですね。大体いつも助手席側だけ。これオプション。これオプションです。こんなんつけんでよかったでしょ。いや、いるっすよ。いらん。金かかるなら手でやる。週に1回も使わんだろ。いや、結構使うっすよ。そう。手前道だと全然使う。あ、使う。使います。で、まあこの辺ももう超解消しとるね。そうですね。これをつけたんですよ。これつけます。ちょっとこれ映してくれ。こっち、裏は分かるね。裏はあるんだけどね。ヘリつけて。なんだ滑り止めと、まあ傷が青い傷つかないよ。あ、で、これで曲がらんよ。はい。やっぱ曲がりづらくなる。傷防止と、あと滑り止めにもなるんで、もう煽りの。あ、そういうことか。人が乗ったりするときに。はい。あ、ちなみにこれすごいな、これな。見た。いや、鉄板入ってます。鉄板入っとんだ。ちょっと映させてくれ。な、鉄だよ。こことな。これね、先に全部やってくれるんだ。そうです。ここの上は後でつけるでしょ。後でつけます。あの、なんか安かったんです。そうです。ちょっと特殊にこの辺もつけたんだよな、これ。これすごいな。これ3箇所ついてるだろ。3箇所ついてます。どのくらいがついてますかな。これクランプとか全部入れるから。そうです。いや、人もついてるんだ。これはいいでしょう。あの、本当さ、求人この間やって結構来てくれたんですけど、まあ本当資材業もこの間借りて、はい、まあ、まだ借りあの契約だけだけど。そうです。もう決まって、7月の中ぐらいに来る。で、これが多分動画流れてる頃にはもう借りてるかもしれないですけど、資材業もまた別場所借りたんですよ。で、資材もまあ、資材はお前ら勝手に買っとんだから、シートだなので。で、トラックも2台買って、ほんで8台。そうですね、8台なんで、3トン車の4トン初だから。4トン初。4トン半なんですね、これ。まあちょっとナンバーがついちゃうんだけど。鉄板が入ってるんで、その分重たいんですよ。あ、本当は5トンこれいける。あの、いや、4トン700か。4トン700って、あの、こう鉄板が引いてあるんで、ボディに。あ、そういうことな。でも4トン半いいね。化石サイズ捕まらしね。今はちょっと手伝いに行っとんだろ。そうです。資材置き場におる人たちが手伝いに、あの、トラックだけ運んで、材料だけ運んでくれるとか。そうです。まあ、そういうこともやりながら、化石サイズならんようにはやっとるんですけど、まあ、今回こういう対策出して、だいぶ違うよね。違いますね。だって、あの、化石サイズやらされてる飛び職人さんは、うち来てね、みんな。じゃあ、ほんともう1台買おうかなと思ってるぐらいな。そうですね。ちなみにまあリースだから、まあ、すぐなバーンとキャッシュが減るわけじゃないもん、ね、お金がね。だから、あの、もう1台買ってもいいかなーって今言ってるんで、今、まあ、4ヶ月ぐらいかかったでしょ。そう、注文するの、はい、注文したら4ヶ月ぐらいかかった。なので、まあ本当にぜひまた求人なんかも来てもらったら、あの、どんどん今足場の仕事も本当に外の仕事が増えてるでしょ。増えてます。また昔の紹介とか、まあ前の会社のせいじゃないですよね、はい、昔の職人のつながりで来とんでしょ。そうですね、はい、そうですね。はい、しか言ってないじゃん。喋ってよ、俺たち喋らないのさ。ちゃうじゃん、打ち合わせだーって。ダメだよ、ゆうくん。まあ、そんな感じですよ。まあ、ちょっと距離ユーロ遅いけどな。6時もう回っちゃってるけど、まあ、今から積み込みして、やっぱ、あの、足場の世界だで、まあ、そこは辛抱しとかなかんね、はい、まあ、ただ、資材置き場手当てっていうのがあるもんな。なので、まあ、ある程度、まあ、残業がつかんとか、そんな会社だったら多分いいと思うな、はい、ちゃんと資材置き場手当ても、まあ、全部が全部はつけねんって言ったら、まあちょっと分かると思うんだけどな。見てる人、職人さんだったら分かると思うんですけど、
まあ、ある程度のことはやってあげようと思ってるんで、まあ、みんなこうやって協力してやってるんで楽しいんで、あのぜひトラックまた2台入りましたな、うん、まあ多分先輩が持ってっちゃうと思うんで1台もう僕が持ってくんで、あ、1台ふざけんじゃねえよもう決まるの、2台でも決まるの、1台は決まった、僕がとりあえず持ってもう1人、お前いつも持ってて、お前サウンドダメだから見ながらライト壊したんで、僕じゃない、お前のやつだよこれあれもそうや、ちょっと映して、あれアルミもあれ全部やったんだよな、あれだけで40万ぐらいしたよ、いや、結構あれはもともとアルミ、いや、もともと見てる、もう1台2台は買ってもいいかなって思うぐらい仕事も忙しいしね、人もどんどん増えてきとるんで、ぜひまたじゃあ来てください、お願いします、よろしく、また見てね、お疲れ様です。最後の告知になりますけど、あのステッカーついにできましたんで、告知させていただきます。塗装足場の扉ね、シーリングで合計で確かね250枚か300枚ぐらい作りました。ちょっとなんか端数出てたと思うんですけど、で扉が多分一番多かったかな、チャンネルの、 あの再生回数とかで見てちょっと比率でちょっとジムの方が作ってくれたんで、あのこれ欲しい方は LINE アップを登録して、住所、名前、電話番号かなを、あの送ってください。そこ宛てに送るから、で先着順です。もうこれなくなったらもうこれで終わりなんで、あのまたその辺も動画で告知するんですけど、ぜひあのご応募お願いします。シーリングか塗装か取るかね、必ずどっかに貼って、まあ俺はお願いしたいのは車に貼ってほしいね、かっこよくね、後ろにでもね、それとあのチャンネル登録もあの、まあ、できやね、やっぱせっかくこれ送る人だで、やっぱチャンネル登録してあのよく見てほしいなと思いますので、あの、まあ、それは別に強制でもなんでもないけど、あのチャンネル登録してください。